立憲民主党の枝野代表は、カジノそのものの正当性が根底から覆ったとして、徹底追及反社会的勢力が利用するどころかです、ね、そもそもこの法制定のプロセスから、ね、ですね、えー、進めていた人間自体が反社会的勢力だったという問題だと思っていますので、これはあのカジノそのものの正当性そのものが根底から覆ったと。 枝野代表は安倍内閣の副大臣としての事件で総理や官房長官が明確に見解を出すべきだと批判しましたまた、国民民主党との合流協議については来年の通常国会を見据えて年内に判断しないと間に合わないと述べ合流についての判断を急ぐ考えを強調しました。 ただ両党の幹事長による協議では今日も結論が出ず話し合いは年明けも続く見通しです。